皆さん、こんにちは。マニキタチャンネルのマニキタです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。さて、今日2022年10月31日に無事、マニキタは15歳の誕生日を迎えることができました。また、2021年11月26日に開設した、このマニキタチャンネルもまもなく1周年を迎えます。ここまで動画投稿を続けてこられたのも動画をいつもご視聴いただいている皆様のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。 さて今日2022年10月31日はこのチャンネルの初期の方に撮影をしたオーバルボタンが全て未更新で残っている札幌市内のとあるマンションのエレベーターを午後6時からプレミア公開しますのでぜひご覧くださいまた11月26日にはチャンネル1周年を記念しこのチャンネルを開設して初めて投稿した声優朝日川家庭のエレベーターを投稿しようと思っておりますそちらもぜひご視聴いただきますようお願いいたします今後、えー、受験などもあり 動画の投稿頻度が下がると思いますがえ、温かい目で見守っていただけますと幸いです。今後もマニキュタチャンネル及び管理人のマニキュタをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。